万英の撮影所万州映画協会は、株式会社万州映画協会法に基づき、万州国史との新京特別史に設立された、国策の映画会社。民間では、万英の略称で親しまれ、同社の看板スターは、リコーランであった。日本映画界より、PCL 映画の山梨みのる、近藤い吉ちらが、参加1938年6月には、 旧日活玉川設営所所長、根岸寛一が理事として入社同時に牧野光雄など数十名の制作スタッフを招聘する。その他、東宝社の理事長を辞めた岡田桑像もいた。万営は映画の制作だけでなく、配給、映写業務も行い各地で映画館の設立、巡回映写なども行った。配給エリアは満州国内及び日本疎開である。 中華民国の配給会社は中華電営との合同映画を除いては万栄の映画を取り扱わなかった。株主総会で選任された理事長一人と理事三人による理事会で事業議事の可否が決定された。初代理事長は新庁の皇族権壁東であったが実権は万鉄映画製作所出身の林健造専務理事が握った。 万栄の映画制作実績が上がらなかったため、満州国国務院は、天笠正彦を二代目理事長に据え万栄の改革に乗り出したとされる。天笠事件で服役後、東仏。さらに満州へ渡り、満州国民政部刑務市長などを務め、共和会幹部の傍ら暴略機関の親玉として、悪名を響かせていた天笠を起用したのは、武藤富夫と岸信介とされる。 両者の本心は甘かすがその功績の割に報われていない点への配慮があったとされ、武藤は日本屈指の映画人で理事の根岸寛一を呼び出すと了解を求め、根岸はしばらく考えた後に受け入れますとだけ答えたとされる。万英スターたちのアルバム万ーは、日万神前、五族今日は、王道楽土といった満州国の理想を満州人に教育することが、 主な目的であるとされた。マンウェイ制作の映画は、日本の文化を紹介する文化映画や、啓蒙的な映画、プロパガンダ映画が多く、あまり大陸では人気がなかった。万ンには一種独特な官僚的雰囲気があり、それ以前の問題として、映画の文化的土壌さえもなかった。楽天家で知られ、東映の社風を作った男とされる名プロデューサーの、牧野光夫でさえ、 王子を解雇すると泣いて帰りたい時もあったとしている。実務においての甘かすは計画的で判断力に優れた脳裏であったが、紹介により入社した直木賞作家、立花の外を前に紹介者の顔を立てて入社は了解したがあなたにぜひ来てもらいたくて呼んだわけではないと告げてしまうなど官僚ならではの協力で潔癖に過ぎる点があった。職人気質の強い映画界では、 筆頭理事のネギシ一の方が度量で部下を引きつけた。アマカス自身もその点は認めていたため衝突はなかったとされる。現地での映画作成が目的であるため俳優だけでなく中国人監督や脚本家も採用したがその待遇の面では日本人と比べると格段の差があり、アマカスはある程度は是正したが最後まで溝は埋まらなかった。リコラの発掘などで 満州人からの人気獲得を狙い、娯楽映画へ力を注ぐ。しかし、映画の内容は日本で作成された映画の焼き直しなどが多く、見るべき点は少ない。ただ、日活玉川撮影所時代が終焉に向かい、国内の空気が厳しくなった時代に、映画人らが大陸でクリエイティブな意志を守り続けた点は評価されよう。これが戦後に一大映画ブームを生み出す一因となった。 先ほどの筆頭理事の根岸寛一によれば、暴力の資金の多くは、彼の管理する、万栄から出ていたとの証言もある。現在の万栄撮影所1945年日本敗戦、満州国も崩壊必至となる。社員には徹底抗戦、玉砕を叫ぶものもあったが、理事長アマカスは、降伏を選択した。列車を確保し日本人社員と家族を、朝鮮経由で、 日本に帰国させるよう命じた。また万栄の全預金を引き出し日本人職員と中国人職員に退職金を支払った。天カス自身は8月20日に生産狩りで服毒自殺した。なお今後の万栄は中国人社員のものにすべきと機材は破壊せず保管を命じたという。また中国人従業員にこれからは皆さんがこの会社の代表となって働かなければ なりません。しっかり頑張ってください。いろいろお世話になりました。これから、この撮影所が中国共産党のものになるにしろ国民党のものになるにしろ、ここで働いていた中国人が中心になるべきであり、そのためにも機材をしっかり確保することが必要ですと言ったという、百四十五年十月一日、満州を解放した中国共産党は、万栄を 直ちに接収し、東北電営講師とした。これは、東北電営製編書を経て1955年長春、映画製作所へと引き継がれた。なお万英の日本人技術社員のうち何名かは、東北電営講師に残り、その後の中国映画の技術指導を行っていたことが、近年明らかになっている。万英の建物は、長春電営製編書を早期建築として中華。 人民共和国全国重点文物保護単位に指定されている日本映画データベースを参照。1938年、1939年、1940年、1941年、1942年、1943年、1944年、1945年、満州映画協会の役割と、その影響第四章日本敗戦後のマニエイ、ガイブリンク。 日本映画データベース2010年1月31日閲覧日本映画データベースからありがとうございます。